はい、どうも、こんにちは。沖縄、おばばでございます。はい。えー、なんというかね、これ、あれな感じなんですけど、まあ、いわゆるね、えー、人のね、はい、えー、労働人口ですね、が、あめちゃくちゃ減ってるっていうのはあ、日本だけじゃないようですね。当たり前ですけど。まあ、これね、よく言ってますけど、お隣のね、C の国なんか、 とか、あと、K の国ですね、K の国。えー、すごい、あのー、まあ、人の口がね、減っちゃってますよっていうことを、まあ、いろいろとお伝えしてるんですけど、まあ、これ、今度、あの、東南アジアにまで及んできてます。はい。えー、ベトナムですね。ベトナムの、なんとこれ、若者です。はい。年寄りではありません。若者の人口が1年で、はい。えー、これ、22年比かな。 あー17万人も減ってます。17万人ですよ。はい。何が原因なんでしょうね。え世界中でこういった現象が起きています。はい。ちなみに、じいさんですね。おじいさんでもお、若い人たちのね、突然の4がすっごい増えているとか、カナダでもそういうニュースがありました。 はい。えー、これ、まあ、過去き、か、過去のね、動画あ、調べてみれば、あの、出てくると思います。はい。えー、原因はわかりません。はい。えー、わかってるんですけど、わからないということです。はい。わかってるんですけど、わからないということです。はい。あ、ベトナムなんかはね、若い人の人口非常に多かったんですけど、なんと1年で17万人も減ってしまったと。はい。どういうことなのかと。はい。 どういうことなんでしょうね。まあ、わかりますよね。はい。えー、これね、えー、こういう問題が起きているのは日本だけではありません。えー、世界中でございます。日本の場合はね、えー、若い人はね、そんなにばっくりばっくり食べてないとは思うんですけど、えー、まあね、わかりますよね。言ってる意味ね。私の、えー まあ、このね、沖縄で、えー、あるまあ、いろんな方にね、えー、聞いた話だと、割と、えー、私の元、あのー、同僚ですね。えー、まあ、あのー、ここに来た時に、えー、まあ、飲食店でね、働いていた経緯があるんですけど、そこのコックさんにこの前ちょっとあお,お会いしましてね、道でばったり会いまして、えー、2つ目までしか食べてないと言ってました。あまあ、40代の方ですね、この方は。はい。 えー、なんでね、何、えー、て言うのかな、沖縄は割とね、えー、若い方はあんまり食べてないんですけど、えー、内地の方はわかりません。特にね、東北とかね、関東とかね、あそこら辺ちょっと食べてるんですよね。関西の方はね、割と食べてないんですけど、はい。まあそういうことで、えー、本当に若い人のね、突然の4っていうのも、えー、残念なことなんですけど、増えてます。 はい。えー、年寄りだけじゃないです。残念なことに。はい。えー、これね、ほんと時間との戦いだと思うんですよ。はい。その時間とのたた戦いの間にね、はい。時間との戦いの間に、いかにして、えー、体外に排出するか。はい。それが課題ですよね。いわゆる、いかにしてデトックスしてしまうかということです。はい。えー、これが課題でございます。 はい。えー、まあ、食べてない人もね、あのー、お召し上がりになってない方も、やっぱり CA でね、えー、ちょこちょこと移ってきますんで、それの対策ですよね。えー、きちんとしなければいけないということにもなってきます。えー、まあ、ちょっとね、あの、実を言うと、まあ、これ、セカンドチャンネルで、えー、ちょっと話したんですけど、私が非常に好きで見てるチャンネルがあるんですね。えー、YouTube の。 おそこの、まあ若いです、まだ。まだ、まあ30代か40代か、40代でも全般なんだろうなっていう感じのね、えー、非常に、えー、あのー、いい、あのー、お家の、まあ、いいお家って言ったら変ですけど、まあ一戸建てのお家にね、お住まいの、えー、まあ,あ、標準的なね、えー、お父さんというかね、 はい。いう標準的なあお父さんがね、えー、突然4してしまったみたいです。はい、えー。それ以来更新されてないみたいですね。奥様がちょっとね、えー、後で、えー、事情を説明しますみたいな、ちょっとあのー、そういうコミュニティにね、書き込みをされて、それ以来ずっと更新してないんで、えー、大丈夫かなって心配してます。はい。 えー、まあ保護活動をやってた方なんでね。はい。まあ、そういうことでございます。日本でも起きてきてますよ。これ氷山の一角ですよ。わかりますよね。働き盛りとか若い方があ突然4です。はい。えー、でね、えー、お年寄りの方々はあのいわゆる細胞分裂がね、 えー、細胞分裂あんまりし,しないんで、悪いものもね、そこそこ増えていかないんだと思いますね。えー、言ってる意味わかりますよね。いわゆる岩石岩尾ちゃんとかになってしまった場合ね、お年寄りの場合って進行が遅いんですよ。はい。えー、で、何もしなくても大体寿命まで生きられたりするんですね。えー、お年寄りの場合ね。はい。えー、なんで、悪いものね、いわゆるあのー、白いね。はい。 白いクロットちゃんとかね、そういうのの、えー、なんていうのかな、増え方が多分少ないんだろうなと思ってます。はい。えー、そういうことでございます。まあ、ここら辺はね、アウト政府の誤算もある、あるだろうなと。一番最初にね、こういう人たちをこうね、サクッとしたかったんでしょうけど、サクッとね。はい。えー、まあ、お年寄りはね、えー、そういう感じで細胞分裂の速度が遅いんでね、 はい、えー。まあ、とんでもないことになりますよ、これ。はい。とんでもないことになると思ってます、えー。世界中で起きてますからね。まあ、世界中、機能不全で、いろんなね、流通とかがストップするんだろうなと思ってます。まあ、向こう側の計画の一環ですけどね、これもね。はい。えー、なんでね、皆さん、本当に、ここら辺は、あ心の準備と覚悟が必要だと思います。 はい、えー。日本だけではありません。だから外国からね、若い人入れるんだーって言ってますけど、入ってこれないでしょう。はい。えー、東南アジアでさえね。はい。ベトナムでさええー、とんでもないことが起こっています。はい。若い人の突然の4でございます。はい。17万人も減ってるということでございます。はい。えー、なんでね、えー、多分、あのー、移民の計画ですね。移民の計画。 あれ、うまくいきませんね。はい。えー、ただしね、日本も減っていきますんでね。はい。えー、なので、えー、世界中どこでもね、同じようにされているということでございます。はい。皆さんよく認識いたしましょうということで。えー、こちらの記事も貼っておきますのでね。皆さんどうぞ見に行ってください。よろしくお願いいたします。沖縄はパパでした。はい。どうですかみけた。ミケタン ね、おっきしましたね、おっきねい。ねえ、かわいいでちゅね。あにゃー。ねえ。